あなたは本物のわさびを食べたことがありますか？残念ながらそれは本物のわさびではないんです。90% of the time, the wasabi that you get in a restaurant or buy in a shop is fake. It's actually horseradish, colored green. And there's one big reason for that. Wasabi is a really difficult plant to grow. And that's for a number of reasons. Wasabi がなるまでに1年3ヶ月と申しましたが、太陽の光がありすぎてもわさび育ちませんし、かといって何もないと育ちません。わさび作りで一番大切なもの、必要なものは湧き水です。13度から18度ぐらいの範囲だと言われています。わさびは水が全てです。水が命。わさびを1回植えて悪くなるとします。でそのわさびはもう1年半収穫できないわけですので。The Daiya Wasabi Farm was established 100 years ago and is one of Japan's largest wasabi growers. 農場で働いている人数は現時点で19名となっております。で、年間にこの畑で30万本から40万本収穫しております。わさび作りの作業と申しますのは、稲作などの機械化しております。作業と違います。It's labor-intensive, time-intensive, and in high demand. Prices for wasabi start at around $80 per pound. So that's why people use a substitute. But the tastes? They aren't exactly identical. Wasabi の その吸って召し上がっていただく部分は、部分部分によって茎にもなり根にもなりする場所です。なので、根茎と呼ばれておりますが、全く根ではないです。茎の一部でもあります。これだけの辛みが出せる辛みのある植物はいろいろあるんでしょうが、このすっきり鼻から抜けるこの辛みですね、本わさびの良さですが、辛みだけでないその後に残る甘みも感じられる深い味わいがやはり魅力だと考えております。江戸時代からこう食されてるっていう話は聞いております。なのでいろいろ風は変わってますが、作業自体は昔から受け継いだ作業をこなして、ずっと、永続的に続けておりますね。わさびはですね、やはりずっとこの将来にかけて私自身作っていきたいものです